こんにちは、ブルーホスです。今日は嘘つきは体にやばいですっていう話をね、していこうと思います。どうでしょう？皆さん普段から自分の感情に素直になれているでしょうか？っていうとね、なかなかね、ムカつく上司ボコボコにしてやりたいけどなーとか、ね、ムカつく隣人ボコボコにしてやりたいなーとか、ムカつく旦那ボコボコ、どんだけボコボコにしたいんだっていう話なんですが、まあ、なかなかね、こう、相手がいる中で自分の感情を無視してね、相手について合わせてしまうっていうタイプの方多いかと思うんですよね。僕もそういう状況っていうのは当然あったりはするんですけれども、実はまあ喜怒哀楽、喜びたい時には喜ぶべきだし、怒る時には怒ったらいいし、泣きたい時には泣いたらいいというところで、その感情を表に素直に出すっていうもの、まあ、表に出さないまでも素直に心で感じるっていうことが非常に大切だっていうことは今日のお話になっていきます。で、仕事とか生活を送ることで、まあ、送る中でですね、辛いこととか悲しいこととかしんどいこと苦しいことっていうのはたくさんあると思うんですよね。その時に湧き起こるような特にネガティブな感情の部分に関しては、それを抑えてしまったりとか、わざとポジティブに振る舞ってみたりすると、メンタルに悪影響が起こるんじゃないかっていうのが今日の話になってきます。で、これに関して実験を行ったんですね。400名ほどの女性で、平均年齢32歳の女性の皆さんにご参加いただいて、ビッグファイブっていうので性格テストっていうのを行ってもらいました。ビッグファイブっていうのは、その心理学のその性格分析の中でも、最も正確だった、正しいテストって言われているものですね。で、性格テストを受けてもらった上で、さらに次のような質問を受けてもらいました。例えば、対人関係で普段からどれだけ不安やイライラを感じますか？どれだけ幸福や喜びの感情に偽ったことがありますか？で、今までの対人関係の満足レベルはどのくらいでしょうか？それから日常生活で疲労感や頭痛が起きる回数っていうのはどのくらいありますか？っていう、こういった質問をね、答えてもらいました。その結果どうだったかっていうと、ネガティブな感情を隠す人ほど対人関係の満足度っていうのはめちゃくちゃ下がるわけですよね。つまり、言いたいことがあるのに言えないってやっぱりムカムカしてきますし、相手がなんか言ったことに対してはははってこう、なんかちょっとムカつくなとか悲しいなと思うことに関してはははってこう流してしまったりすると、満足度っていうのはめちゃめちゃ下がりますというところですね。それからポジティブな感情を演じた場合も満足度は下がるんですけど、まあ、ネガティブな感情を隠すほどのデメリットはないんじゃないかっていうところですね。で、結局はでも全体的にダメージを負っちゃうってことなんですよ。不安とか嫌悪感を隠している人と接する方が楽しくもないのに、楽しそうに人と話すよりもメンタルへのダメージは大きいですぜっていうところの話なわけですね。はい。で、その上で今回はそのメンタル面だけじゃなくって、実は身体面にもやばいというところで、風邪をひきやすくなるっていう結果も出たりしてるんですよね。ネガティブな感情を隠す場合に健康への悪影響も出ることが明らかになってまして、それに関しては、感情を偽る人ほど慢性疲労に陥りやすかったりとか、風邪をひきやすいと。それからネガティブな感情を隠す人ほど健康へのダメージは大きいということなんですね。全体的なダメージですね。だから感情を偽ることでどういうことが体に起こるかっていうと、ストレスに対する免疫力とか免疫系っていうのがおかしくなっていってしまうんですね。で、パーソナリティ、要は性格と感情の関係っていうものを見ていくと、外交的な性格な人ほど、要はだから周りとコミュニケーションを取るのがすごく上手だったりとか、そういった能力が高いように見える人ですね、っていうのは感情偽るデメリットっていうのは大きいんですけど、一方で内向的な性格の人っていうのは感情偽ることによるダメージっていうのはほとんどないよっていう結果も出たりしてるんですね。で、これ違いは一体なんで起こるのっていうと、内向的な人っていうのはもともと感情を隠すようなタイプじゃないんですよね。っていうのも、まあ人に向かって感情を出すことも少ないからじゃないかっていうことが考えられているからなんですね。一方で外向的なタイプの人って普段人と接する機会が多いから、やっぱり喜怒哀楽を隠さなくちゃいけないっていうのを、まあ TPO をわきまえてみたいなね、感情隠さなくちゃいけないような TPO が出るような場面に行く時点でちょっとアウトかもしれないんですけど、っていうのもあるんで、外交的な人の方が苦しいんじゃないかっていうところですね。で、総括としては、感情を隠したことによってメンタルとか健康に悪影響があるかっていうこと自体は不明なんですが、実は不明なんですよ。なんですが、人間関係がいい人に関しては感情を隠す必要がないからなんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。だから普段から良好な関係性を築くことができている人なんかっていうのは、普段の自分のキャラを出すこと
ことができているからですね。ところが考えられるとすれば、そのいい人間関係を築ききれてない場合なんかっていうのは、偽りのキャラを作ることによって現実とのギャップを常に感じ続けてしまって、いや本当はこんなこと思ってないんだけどなとか、本当はこんなことを言いたくないんだけどなって言ってしまったりとか思ってしまったりして辛くなって疲れてしまうという、そんな状況に陥っているんじゃないかなというところなので、まあ、自分のキャラをどう設定して、それが果たして偽りの自分なのか、それとも現実の自分なのかっていう、その線引きっていうのをきちんとしてですね、偽りの自分はある程度もう演じ切ったら、もうそこでスパンと切って、それ超だるいんだけどっていう風に自分の本音を素直に言える瞬間っていうのを作るのがきちんというところですね。はい、ということでね、今回は自分に嘘をつくとメンタル面にも健康面にもやばいですぜっていうお話をさせていただきました。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。